0番畠山俊樹、5番アイザック・バッツ、8番キャプテン長谷川智也。現在プレーオフ進出圏内にあります山形ワイバンズ、0番アンドリュー・ランダル、1番中島義文、28番河辺良平、33番国籍選手から日本人選手へのパスの投資が非常に鮮やかですね。そうですね、今のは不意をついたいいパスでしたね、はい、ランダルディスリー、反省を生かしながら山形は戦っているんですけども、はい、その結果ゴール下を、ゴールにアタック、サルはフェイラウェイ、チャールズインクル直面のシーンをご覧いただきます。インクルに対してディフェンスに入った和田とランス、アンドリュー・ランダルですが、山形得点が欲しいところです。17番飯田スリーだ、しかし中に入っていきません。クラントンショットクロック5秒、ランスクルボン、やったスリーポイントシュート、ここでチームファウルは1つずつになりました。ショットクロックは14秒あります。山形ワイバンズ、ナイスペイクですね。いや、お手本のようなセンタープレーでしたね、はい、こっちもアイザックバッツ、やり返しましたね。アドリナドル、バスケットカウント、3人のディフェンスを振り切りました山形、アンドリュー・ランダルです。強引に行きましたが決まりません。さあランダル、パスを回してワイドオープン、中島、どうだ、スリーポイント、いや今のスリーポイントシュートは意味のあるスリーポイントシュートになりましたね、はい、実はここまで第3クォーター8得点なんですよ。飯田スリーポイント取り返した、河辺スリーポイント、河辺さあアタックするか、ダンクシュート、33番クレイグ・ブラッキンズ、長谷川外から打つ、サードランスリーポイント、やはり入りますよね、こういう思い切りのいいシュートは入りますので、はい、6得点差、残り2秒、1秒シュートに行かなければいけない、ここでブザーです、試合終了、82対76。